かりました。これより会議を開きます。議員成果の件につきお諮りいたします。河野太郎君から2月5日から13日まで9日間成果の申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。これより国務大臣の演説に対する質疑に入ります。谷垣貞一君。私は自由民主党無所属の会を代表して、一昨日の菅総理の施政方針演説について質問いたします。一昨日総理より宮崎県の鳥インフルエンザについて言及がありましたが、その後日本一の養鶏密集地帯である鹿児島県出水市においても発生し、さらに愛知県でも疑いのある症例があると報じられております。関係者の方々に心よりお見舞いを申し上げます。我が党も対策本部を立ち上げましたが、政府におかれましても万全の対策を講じられるよう強く求めたいと存じます。さて、菅内閣の先般の内閣改造は、昨年の参議院選挙の敗北の責任を取ったはずの枝野前幹事長代理が官房長官になり、代わりに仙石前官房長官が党代表代行に就くなど、民主党の人材の不手ぶりと無反省ぶりには目に余るものがありました。挙句の果てに野党の与謝野議員にまで触手を伸ばし、内閣の要とも言うべき経済財政政策、さらには社会保障税一体改革の担当大臣に起用されるに及んでは、民主党政権の正当性への重大な疑義が生じました。そこでまずは菅総理に改めて与謝野大臣起用の意図を伺います。あわせてこれまで与謝野大臣が取り組んできた財政健全化や消費税を含む税制抜本改革について、与謝野大臣の考えが閣内ひいては民主党内で共有されてそごはないのか、閣内不一致はないのかを伺います。また与謝野大臣はかねて民主党マニフェストを激しく非難しており、一頃は与謝野大臣と民主党政権の間にはうずめがたい溝があったはずです。それが今席を同じくしているということは、与謝野大臣が変説したか、民主党政権が国民との契約たるマニフェストの遵守を放棄し一言のお詫びもなく変説したのかの、いずれでしか説明できません。そのいずれなのでしょうか、菅総理のご見解を伺います。いずれにしても最も残念なことは、今般の与謝野大臣の入閣によって国民の政治に対する信頼が失われ、我が国にとって必要な改革の実現がかえって遠のくことであります。我が党としては何より菅総理や民主党の変説、政権としての正当性の喪失を今後とも明確にえぐり出し、解散総選挙を求めていくとともに、財政健全化や消費税を含む税制抜本改革等については堂々と国民に訴えてまいります。次に小沢元代表をめぐる問題についてお尋ねいたします。菅総理は小沢元代表をめぐる政治と金の問題についてけじめをつけると宣言しており、このことがいわゆる小沢斬りなどとしてマスコミに取り上げられております。しかし具体的な成果は全く見えません。岡田幹事長は通常国会前とまで表明した小沢元代表の政治倫理審査会への招致議決を断念し、小沢元代表本人も事実上出席を拒否しており、まさに民主党得意のパフォーマンスを繰り広げています。我々はこのような支持率を上げるためだけの小沢斬りごっこに付き合うつもりはありません。本当にけじめをつける気があるのであれば、直ちに我々が求める承認喚問を実現すべきと考えますが、
いかがでしょうか。菅総理、ご回答ください。次に、平成23年度予算審議に向けてお尋ねします。菅総理が熟議の国会を掲げながらも、政府が国会に提出した23年度予算や23年度税制改正法案を素通りしたまま、未だ姿が見えない消費税を含む税制抜本改革のみを取り上げて、与野党協議の必要性を主張されていることは不思議でなりません。先般の民主党大会では、野党が積極的に参加しようとしないなら、歴史に対する反逆行為だとまで述べられましたが、協議すべき内容も定まっていないまま、過程に過程を重ねて野党を抵抗勢力に仕立て上げようというのは、空想に過ぎて意味不明であります。また、ばらまくだけばらまいておいて、国民に負担をお願いする耳の痛いテーマだけに絞って野党を巻き込もうと協議の参加を迫るということでしたら、単なるご都合主義に過ぎず、ばらまきのための財源調達を手伝うわけにはまいりません。先般の民主党大会での一方的かつ不誠実極まりない発言に対して謝罪撤回を求めます。23年度予算の具体的内容についてお伺いします。23年度予算は一昨年8月の解散総選挙で民主党がマニフェストの実現を掲げて政権交代を果たしてから2度目であり、概算要求段階から思う存分に腕を振るったはずの予算編成であります。しかしながら、民主党マニフェストの達成度という観点から評価すれば、惨憺たる内容であります。まず、民主党マニフェストでは、国の総予算207兆円を全面的に組み替えるということを意の一番に掲げ、その際、マニフェスト実行に必要となる計 16.8 兆の財源のうち 9.1 兆円を歳出削減によって捻出するとされていました。ところが、この総予算207兆円が今般の23年度予算では220兆円と膨れ上がったのが実情であり、総予算207兆円の組み替えによる財源捻出という仕組みがそもそもフィクションだったことが明白となりました。それに加え、23年度予算の段階で実現しているマニフェスト予算は 16.8 兆円のうち 3.3 兆円にとどまっています。うち、歳出削減による財源確保は、子ども手当に関連する税制改正による増収分を除く2兆円台半ばです。しかし、この程度の額の削減は、我が党が政権の座にあったときも毎年行っていたものであります。今や政治省と課した事業仕分けも、その直接の成果は22年度予算で 0.7 兆円弱であり、23年度予算と合わせても1兆円程度であります。いずれにしても 9.1 兆円の約1割に過ぎません。藤井官房副長官はかつて総予算207兆円の1割から2割くらいは簡単に切れると豪語されましたが、何のことはない、政権交代の効果として切れたのは総予算の1割ではなく目標額の1割に過ぎません。 16.8 兆円と言っていたマニフェストの実行が 3.6 兆円、うち22年度は約3兆で、23年度に至ってはわずか 0.6 兆、 9.1 兆円と言っていた歳出削減において政権交代の効果と言えるのはその1割程度というのはあんまりじゃありませんか。国家公務員の人件費についてもマニフェストでその2割を削減するとされながら、22年、23年度予算で合計 3% 程度、やはり目標の1割強しか減っていません。総理が人事院勧告の深掘りを行うとされたにもかかわらず、影も形もなく、空約束に終わる気配であります。いずれも箱根駅伝で言えば、本来往路5区でいよいよ山の神登場かとなっている場面であるべきところ、1区か2区を未だとぼとぼと歩いているようなもんで、呆れ返るばかりであります。有言実行内閣は愚か、マニフェストが虚言だったと自ら実証されているだけなのではないでしょうか。
菅総理の答弁を求めます。マニフェストの不履行について、最近は戦国代表代行をはじめ、税収が落ち込んでいることを言い訳にしようという動きがあります。税収減だからといって無駄排除や予算の組み替えができなくなる理由はありません。税収が低かったから、事業仕分けでの蓮舫大臣の舌鋒が鈍ったとでもおっしゃるんでしょうか。詭弁以外の何者でもありません。原因は単にできないことを約束していたか、力が及ばなかったのか、そのいずれかだけであります。マニフェストにおける予算の組み替え、施策の不履行と税収の関係について、どのような論理的関係があるのか、菅総理の見解を伺います。マニフェストの2番目の柱とされたのは子ども手当ですが、一人当たり月2万6千円という公約は未だ果たされておりません。23年度予算においては、3歳未満までの支給額を1万3千円から7千円上積みしておりますが、聞くに耐えない内容であります。すなわち、3歳未満の子どもに対しては、我々が政権与党にあった時代にも、中低所得者層には一人当たり月1万円の児童手当が支給されておりました。そこから子ども手当になって一件3000円支給額が増えたようですが、ご家庭によっては22年度税制改正による所得税、住民税の年少扶養控除の廃止の影響を合わせれば逆に負担増となってしまうということが判明し、慌てて上積みしたということが今回の対応の背景の一つです。つまり今回の上積みは制度設計のミスを取り繕う微方策に過ぎません。しかも上積み財源として自ら税制抜本改革の一環と説明されている給与所得控除や青年扶養控除の見直しによる増収を充てることとされており、税制の大きな改正をやって見当違いの財源あさりに終始したという荒唐無稽な構図になっております。こんなマッチポンプのために一部の給与所得者や青年の扶養者が増税されるということでは、とばっちりもいいところであります。ばらまきという政策内容も問題ながら、その手法まで拙劣で右往左往している姿がさらけ出されたのが、今回の子ども手当の上積みであると認識しますが、総理のご見解を伺います。なお、超単位という巨額の財源を要するこの施策を、財源確保に四苦八苦するがゆえに、単年度立法で講じていく、いわば綱渡り的な政策運営を行っていることは、民主党政権の無責任体質の表れであると申し添えておきます。また、23年度税制改正全体で見れば、法人税減税を行うことで、ネット減税となっている以上、給与所得控除や青年扶養控除の見直しで、多少の上積み財源を確保したところで、そこに穴が開いたバケツに一旦水を入れたと主張しているようなもんで、財源論として意味がありません。むしろ、総理の裁断により、閣議決定のペイ・アズ・ユー・ゴー則、アズ・ユー・ゴー原則を覆して、恒久財源が確保されないまま減税に踏み切った法人税の実効税率引き下げや、経済活性化予備費の減額を財源とした、科学技術予算の増額の方が、形だけは見合い財源の確保を図った子ども手当よりも、政策的優先度が高いと判断されたように見えなくもありません。総選挙においては、何よりも家計への直接給付による成長戦略を訴えていたはずであります。このほかにも、23年度予算においては、歳出削減の多くが、マニフェスト実施外の社会保障の自然増や新成長戦略の実施への対応に充てられるなど、マニフェストをやりたいのか他のことをやりたいのかよくわからない支離滅裂な状況になっております。23年度予算における総理の政策の優先度はどこにあるのか、改めてご教示ください。ちなみに民主党マニフェストの3番目の柱は、月7万円の最低保障年金制度の創設をはじめとする年金制度改革でした。これについては、先日枝野官房長官から、現行制度とは本質的なところに大きな違いはない
こういう信じがたい発言がありました。しかしながら我が党は保険料を中心とした自助と共助を尊重する制度を掲げていた一方で、民主党がかつて主張した全額税方式は、皆で納める税金で皆を助ける、いわば公助の制度という違いが存在したはずです。かつて自公政権で現行制度への改革を行った際に、民主党はこれを小手先の改革と非難し、抜本改革の必要性を叫んでいました。年金制度改革は民主党の政策の金看板でしたが、現行制度と大差がないというなら、これまでのご主張はすべて心象膨大であったことになります。まさに長妻議員もびっくりの消えた年金改革であり、国民の安心を支える年金制度をいたずらに清掃の具としてきたことの責任が改めて問われなければなりません。年金制度をことさらに選挙の争点と挙げつらったことを国民に謝罪し、年金制度に関する今般のマニフェストを撤回すべきと考えますが、いかがでしょうか。さらには政府与党が今春に作る社会保障の改革案には当然具体的な年金改革案が含まれ、その内容が従来主張してきた内容と異なれば、その点の総括謝罪が盛り込まれていると考えてよいか、総理に伺います。民主党マニフェストの柱の一つとして、地方向け補助金の一括交付金化も挙げられています。これについては23年度予算では鳴り物入りで一括交付金が 0.5 兆円計上されておりますが、先の民主党代表選で小沢元代表が一括交付金化により3割から4割の削減を期待できると強調され、菅総理も相当程度の削減は可能と応酬しておられたことは記憶に新しいところであります。先般のマニフェストにおける 9.1 兆円の歳出削減のうち 6.1 兆円の削減もこの補助金改革等で成し遂げることとされておりました。蓋を開けたら 0.5 兆円の一括交付金ということでありますが、これによる補助金等の削減額はいくらだったんでしょうか。数値をお答えください。そしてそのなけなしの歳出削減効果も、補助金等全体が社会保障の自然動などで相当伸びたことにより運算無償してしまったのではないでしょうか。まさにこの分野こそ総予算207兆円の組み替えという壮大な騙しへの中核部分だったのではないでしょうか。菅総理の回答を求めます。また農家の個別所得保障については、民主党は当初作ってさえいれば価格差補填で所得保障すると訴えていました。ところが最近の総理は TPP 農政改革に力点を置いており、国内の環境整備を早急に進める旨を閣議決定していますが、農業政策の一貫性方向性がはっきりとしません。持続的な強い農業のために必要なものは農地と担い手であります。この二つに対して民主党政権はあまりにも無策です。個別所得保障を優先するため、土地改良などの基盤整備事業がカットされるとともに、担い手支援育成施策も不十分であります。さらに言えば、2年にわたる公共事業費の大幅な削減で、本来は地産地消を育むべき地域経済は収縮の一途であります。マニフェストの施策を転換し、我が党が掲げる担い手支援や農地の利用集積の促進等に取り組まなければ、強い農業は実現できません。23年度予算には、水田畑を対象とした規模拡大加算措置等が計上されていますが、これはまさにその政策転換の萌芽なのでしょうか。総理、その立場を明確にし、農政の方向性をお答えください。ここまでマニフェスト実現の状況が惨憺たるものであり、政策の優先度も見失われている状況ですと、民主党マニフェストが騙し絵であるとか選挙用の毛張りであると非難してきたよその大臣の従来の指摘は極めて的を得たものでありました。憲政史上最大の革新犯的な公約違反ともいえ、
有権者を著しく冒涜しております。こうしたマニフェストの上に成り立っている民主党の現在の議席、ひいては民主党政権の正当性の、性そのものがもはや崩壊したと言わざるを得ません。このマニフェスト策定の中心にあったのは小沢元代表でありますが、党の要職にありながらこれに異を唱えなかった菅総理もまたその責任を免れません。国民に幻想を振りまいて政権を簒奪することが正当化されれば、我が国の民主制は瓦解します。苦しい言い訳に終始するんじゃなく、潔くマニフェストの過ちを認め、これを撤回し有権者にお詫びした上で真を問い直すべきだと考えますが、総理の見解を伺います。次に税制についてお伺いいたします。まず消費税を含む税制抜本改革についてお尋ねいたします。21年度税制改正法附則第104条で定められた23年度までに法制上の措置を講じるという消費税を含む税制抜本改革の道筋を遵守すべきことについては、ようやく閣僚間で共通の認識が芽生え始めているようでありますが、法律である以上政府がこれに従うことは当然のことであります。他方でその具体的解釈については閣僚間で齟齬があるようであります。この規定は政府に対して経済状況をうんぬんといった留保条件を特段つけることなく、23年度までに消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出する義務を課すものであります。菅内閣の方針としてこの規定に従って24年3月末までに消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出するということでよろしいか、総理に改めて確認いたします。その際、通常の予算審議、税制改正を抱える来年通常国会ではなく今週の臨時国会に提出されるのが自然と考えますが、それでよろしいでしょうか。また菅総理は消費税を含む税制抜本改革について強い調子で与野党協議を呼びかけられていますが、率直に申し上げて総理自身がどこまで本気かつ誠実にこの問題を捉えられているのか、はなはた疑問であります。総理自身の覚悟のほどといつまでに具体的に何をするのかということが明確でなければ、我が党としても協議に応じようがありませんので、そこを確かめさせていただきます。そもそも菅総理は就任当初の昨年6月、民主党の参院選マニフェストの発表記者会見において消費税の取り扱いについて、22年度内にあるべき税率や逆進性対策を含む改革案の取りまとめを目指すとの方針を示されました。さらには当面の消費税率について自民党が提案している 10% を一つの参考にするとまで述べられました。ところが参院選で敗北を喫するや、打って変わって期限を切っての議論をしないとだんまりを決め込まれました。考えがいちいちぶれるのであれば協議のしようがありません。この間の経緯についてきちんと説明いただきたいと存じます。すなわち税制抜本改革のスケジュールや消費税率に関して昨年6月に示されたお考えは撤回されたのか、それとも一旦撤回したけれども今はまた元に戻ったのか、一時的にでも撤回としたとしたらどのような理由によるのか、お答えをいただきたいと存じます。その後昨年の末あたりから菅総理は税制抜本改革の問題について再びアクセル全開モードに急変されたように感じます。6月までに消費税を含む税制抜本改革の成案を売ることを決められ、このことに政治生命をかけるとまで明言されました。そこでお尋ねいたします。まず期限についてですが、民主党政権における期限設定というと、鳩山前総理が普天間移設問題の政府案の決定を
当初昨年3月中とおっしゃっていたところ、法的に決まっているわけじゃないとして一旦5月まで延期された上、5月末になっても結局何も得られず辞職されたことを思い起こします。今回は閣議決定において本年半ばと明確に期限を付され、年頭の記者会見などでも6月とおっしゃった以上、よもや延期されることはないと思いますが、念のため6月という期限に対する本気度を総理に伺います。なおこの6月までに成案を得ることは閣議決定されておりますので、当然自見大臣を入閣させている国民新党の合意を得たものと理解してよろしいでしょうか。次に、昨年末の閣議決定における成案という言葉が施政方針演説では消費税を含む税制抜本改革の基本方針と言い換えられていますが、早々と交代された感が否めません。成案とおっしゃる以上、具体的な出来上がりの案であり、消費税の引き上げ幅や引き上げ時期を含むものであることはもちろんのこと、具体性、完成度の観点から法案の一歩手前といったレベルのものが示されてしかるべきと考えますが、総理はどのようにお考えでしょうか。特に消費税の引き上げ幅や引き上げ時期を具体的に盛り込むかを明確にお答えください。またその成案は議員内閣制である以上、当然与党の合意を得たものと理解してよろしいでしょうか。さらに、政治生命をかけるという言葉の意味ですが、約束の期限通りに物事を成し得なかった場合には辞職する、もしくは信を問うために解散するということを指すことと受け止めるのが通常と考えますが、それでよろしいでしょうか。そこまでのお覚悟があって我々に協議を求めているのか、明確な回答を求めます。いずれにせよ、21年度税制改正法付則104条は一義的には政府に対して法案提出の義務を課しており、法案の前段階である成案を示すのも政府の当然の義務と考えます。しかしながら、そもそもその案はマニフェスト破りになることは必至です。無駄排除で財源はいくらでも出てくる、消費税の引き上げは必要ないとした先の総選挙の主張と大きく乖離したことに取り組まれるからには、まずは引き上げ自体について国民に信を問い直すことこそ成案の取りまとのためには必要な手続きであり、本件に関して混乱している与党内の現状を見るに最短距離ではないかと存じます。同時に、昨今マニフェスト見直しの議論についても側聞しますが、撤回もなされてしかるべきです。それらの点について具体的にどのような整理をしけじめをつけられるのか、総理のお考えを伺います。そのプロセスなくして自らの案もなく与野党協議に臨もうとするのは、マニフェストの位牌をうやむやにして責任を回避する姑息な政治的戦術に過ぎません。我が党は自公政権下において将来にわたって安心できる持続可能な社会保障制度の構築とその安定財源の確保を図る中期プログラムを策定し、税制抜本改革の道筋と方向性を付則第104条で法制化しました。またばらまきの阻止、財政健全化の道程や税制抜本改革の実現、与野党協議を明記した財政責任法を昨年3月より国会に提出しております。さらには昨年の参院選では消費税率やその使途についても国民に真摯に訴えました。野党転落以降も累次にわたって予算や税制改正に対する基本的考えを示してきております。我が党に比べれば民主党政権の取り組みはようやくスタート地点に立ったところであり、しかるべきけじめをつけた上で我が党の議論までぜひ追いついていただきたいものであります。ついで23年度税制改正関連法案についてお尋ねします。同じくねじれ国会だった3年前の今頃、当時野党の民主党の諸君がガソリン値下げ隊なるものまで結成して、ガソリン税率の水準維持を含む20年度税制改正関連法案に徹底して反対されたことを思い起こします。その
ガソリン値下げ隊の決断式でガソリン税率の引き下げを求めて声を張り上げておられたのが菅現総理であります。そして民主党の諸君は両院議長の斡旋を保護にしてまでガソリン税率を期限切れに追い込み、1ヶ月ほど一時的にガソリン税率が下がることとなったため、結果としてガソリンスタンド、消費者、減収が生じた地方自治体などに甚大な迷惑がかかることとなりました。菅総理はこのように税制改正法案を人質にして国民生活を混乱に陥れるという悪しき前例を作られたわけですが、こうした自らの行動について適切なものであったとお考えなのでしょうか。現在のお考えを伺います。しかもその後政権交代を実現し総理にまでなられた菅総理が当時の主張通りにガソリン税率の値下げを、目指された形跡は全くありません。これもまた国民に対する裏切りです。まさに当時の野党民主党が政局のためだけに国民生活を混乱に陥れたことがあからさまになっておりますが、ガソリン税率の引き下げという主張は一体全体どうされたのか、これも与謝野大臣が言う騙し絵、毛張りだったのか、菅総理に伺います。当時の野党民主党はさらに税制関連法案について一つ一つの措置ごとに一本一本税法を分けろといったご無体な要求をされていたことも思い起こされますが、政権与党になった今回は何ら野党に相談することもなく唐突に全体を一本化した法律案を提出されました。ただし政府は23年度税制改正関連法案について税制改正大綱に明記された通り全体として税制抜本改革の一環をなす法案であると説明されており、それゆえに法案を一本化されているものと忖度はいたします。確かにそこに含まれている所得税の給与所得控除の見直しはかつてですとサラリーマン増税との批判を受けかねない大歓声ですし、相続税の税率構造の見直し、法人税率引き下げ、国税通則法の見直し、どれ一つとっても近年まれに見る大改正と言えます。しかもこれらの内容は具体的な改正の是非は別として、テーマ自体は21年度税制改正法附則第104条第3項において我が党が定めた消費税を含む税制抜本改革の検討の方向性とも一見気を一にしています。しかしであればこそ問いたいことがあります。総理は昨年8月の予算委員会で、私が消費税を含む税制抜本改革の前に信を問う、それはそれでよろしいかとお尋ねをいたしましたときに、例えば消費税を大きく引き上げるとか、あるいは別の税金でもそうかもしれませんが、大きな税制改正を行うときには、やはり国民の皆さんに判断をいただく、そういうことが必要だろう、その考え方は変わっておりません、と答えられております。すなわち、消費税以外の税制であっても、大きな税制改正を行うときには、国民に信を問うという考え方を述べられております。この答弁に従えば、所得税、法人税、資産税、さらには国税通則法の大改正、まして税制抜本改革の一環として説明される内容を盛り込んだ法案を提出し、かつ年度内成立、4月施行を目指される以上、直ちに衆議院を解散すべきことになるはずですが、いかがでしょうか。事柄は、予算委員会で総理大臣が野党第一党党首に対しての発言に関わりますので、この点を明確にお答えいただきたいと存じます。繰り返し申し上げます。消費税を含む税制抜本改革は、無駄排除の財源確保を基本構造とするマニフェスト、国民との契約条件を根底から覆す一大政策転換である以上、解散して国民に信を問い直さなければなりません。それに加え、今般の23年度税制改正関連法案について、税制抜本改革の一環と説明し、
かつ6月までに消費税を含む税制抜本改革の成案を得る、政治生命をかける税制の抜本改革にあたっては国民の信を問うとまで述べられておきながら、私の念頭には解散の彼女もないということでは通用しません。23年度税制改正関連法案を施行し、消費税の成案を得る前に解散すべきであります。それが民主党代表選時の公約や先ほどの答弁だけでなく、あらゆる機会において繰り返し税制抜本改革にあたっては国民の信を問うと述べられてきたことの当然の帰結です。仮に本当に解散のお考えがないということでしたら、政治生命をかけるという言葉の意味は政権にしがみつくための口実として、消費税を利用する政治延命を図るという意味であったということになり、総理のこれまでの一連の発言は全て信頼に足らないということになります。協議相手どころか国会で議論する相手としても適性を疑わざるを得ず、今までの公の場で軽々しく虚言を浪してきたことに対する責任を問われざるを得ません。しかし我々が望んでいることはそのような事態ではありません。菅総理が歴史を重んじられるのであれば、自らの言葉を裏切り税制抜本改革を口実にして政権にしがみついて結局何もできなかった総理として歴史に汚点を残すより、消費税を含む税制抜本改革の成案を仕上げるという歴史的事業を成し遂げんがために、自らの言葉に従って国民にも信を問うた潔い総理として歴史に名前を残されることを選択されるべきだと考えます。我が党は覚悟の彼の字もない総理とは協議できません。国民に信を問うことをもって菅総理の覚悟と受け止め、税制抜本改革の与野党協議に真摯かつ積極的に参加させていただきたいと存じます。いかがでしょうか。総理、逃げも隠れもしない堂々たる答弁を求めます。菅総理は昨年6月以降、消費税を含む税制抜本改革について急発進、急ブレーキ、バックと慌ただしい動きを見せ、そのまま居眠りされているのかと思ったら再びアクセル全開になり、先日は教習本を購入し、周りには早く進めと派手にクラクションまで鳴らされていますが、車はあまり動いていないように見えます。ご自身は昨年末、総理として仮免許から本免許になったとおっしゃられましたが、この度の改造で与謝野大臣や藤井官房副長官という指導教官を迎えて、どうしても路上教習に出たいという思いのようです。我々としてもまずはお手並みを拝見させていただきたいと存じます。ただし我々が協議に応じる前提として、菅総理の覚悟を求めました。端的に申し上げれば、国民に信を問うことです。これが菅総理のこれまでのお言葉に従った対応です。この解散にはもう一つ重要な意味合いがあります。すなわち小沢元代表が民主党にもたらした問題は政治と金にとどまるものではありません。小沢元代表に作られた偽りのマニフェストを基盤とし、小沢元代表の選挙の手腕によって得られた砂上の楼閣がごとき多数の議席を清算することなくして、小沢切りは貫徹しえません。一昨年の夏、民主党マニフェストを片手に国民に幻想を振りまいた全員が胸に手を当てて、国民への嘘で政権を簒奪したことへのけじめを一旦つけ、新たなスタートを切ることこそが我が国が健全な民主主義を取り戻す唯一の道と考えます。我が党は国益を全く考慮せず、国会審議をいたずらに混乱させるだけの卑怯な野党にはなりません。民主党政権の失政を徹底的に追及しつつ、自民党の政策ビジョンを国民の前に堂々と示し、政権に変わりうる選択肢となる所存であります。国家財政の一時を見るに、2年連続で借金が
税収を上回るという異常な事態が続いております。我々政治がこのような国家的危機に対する認識をいつにした上で国民の信を問えば、その後改めて共にその危機を乗り越えていくことは可能であると考えます。私はその覚悟を胸に消費税を含む税制抜本改革をはじめ、我が国の未来を切り開く改革を実現するための解散総選挙を菅政権に強く求め、歴史を大きく前に進めてまいります。どうもありがとうございます。内閣総理大臣、菅直人君。谷垣総裁のご質問に、聞いておられる国民の皆さんにも分かりやすいように、私の考え方も紹介しながら、しっかり答弁をさせていただきたいと思います。また、質問によっては、内容に応じてまとめてお答えさせていただくことをご了解いただきたいと思います。最初に抗原性鳥インフルエンザについて触れられました。抗病原性鳥インフルエンザについて述べられました。宮崎県に続いて鹿児島県、愛知県でも発生をしたことを重大に捉えております。内閣としても全力を挙げてこの問題に取り組んでいくことを改めて国民の皆さんにお約束を申し上げたいと思います。さて、まず与謝野大臣の起用と税制抜本改革の与野党協議について、ご質問をいただきましたので、まとめて、お答えを申し上げます。社会保障と税の一体改革は、この20年間先送りされてきた重要課題の象徴といえる事項であります。与謝野さんについては過去においていろいろな発言をされておりますけれども、この国民の最大の関心事である社会保障改革については、高い見識とそうした志を持っておられる方だと、私はそのように考えまして、この問題の責任者として内閣に3個の礼をもってお迎えいたしたところであります。これから静粛に願います。議論をさらに進めていき、成案を得る段階では内閣の不統一といったことはありえない。私はそのことは全く心配をいたしておりません。社会保障改革について申し上げれば、すでに取り組みを始めております。昨年の末には改革の5原則をまとめました。第一に、若者世代への支援も含めた全世代対応型の社会保障とする。第二に、子ども・子育て支援を強化し、未来への投資としての社会保障を実現する。第三に、サービス給付を重視し、雇用創出効果を高める。第四に、縦割りを超えた包括的支援を行う。第五に、安定財源を確保し、次世代に負担を先送りしない。こうした5原則をまとめております。
この基本原則に基づき、静粛に願います。野党の皆さんとの協議も提案をいたしておりますので、決して一方的かつ不誠実とのご指摘は当たらないと考えております。これから4月までに5原則を具体化して、あるべき社会保障の姿、方向性を明らかにし、6月までに具体的な制度改革案と消費税を含む税制抜本改革についての成案を得ることといたしております。ぜひ案作成の段階から超党派協議の進め方を含めて野党のご意見を伺いたいと考えておりますので、議論への参加をぜひお願いを申し上げたいと思います。小沢議員の国会における説明についてのご質問にお答えします。小沢議員は国会が決めれば従うことを表明し、昨年末には条件をつけずに政倫審に出席することも約束をされておりましたので、民主党も岡田幹事長を中心に努力をいたしてきましたが、結果的に実現がしていないのは残念に思っております。いずれにしても国会の場における説明は必要だと考えております。今後の小沢議員の国会における説明問題については各党にもご意見があると伺っておりますので、関係委員会等において各党各会派で議論をしていただきたいと考えております。次にマニフェストの財源や税収減との関係、さらには子ども手当などについてのご質問についてまとめてお答えを申し上げます。まずマニフェスト全体についてばらまきと批判をされておりますけれども、マニフェストは国民生活が第一という視点で、子ども手当、高校無償化、農業の個別保障制度など従来の政権ではできなかった政策を取り入れたものでありまして、取るべき政策を実行していることであって、ばらまきでは決してありません。その財源は事業仕分けで徹底的な無駄削減を行ってしっかり確保をいたしております。政権交代以降、公共事業を大幅に削減し、社会保障や教育などの分野を充実させ、大胆なメリハリがついてきたのも、政権交代の成果であります。また、リーマンショックで税収が落ち込み、当初46兆円程度を想定していた税収が大幅に減少した中でも、三段構えの景気対策や新成長戦略など新たな課題も次々と実現をいたしております。マニフェストについては、マニフェストはこの4年間で実施することを想定しており、今後とも引き続き税金の無駄遣いの根絶に向けての努力をぎりぎり行っていくとともに、本年9月で衆議院議員の任期の折り返し線を迎えることから、できること、これからさらにやろうとしていること、また残されていることなどを改めて検証してまいりたいと、このように考えております。子ども手当についてのお尋ねがありましたが、人口減少、少子化の中で、次世代、次代の社会を担う子ども一人一人の育ちを、社会全体で応援する観点から創設したものでありまして、ばらまきではないということははっきりしております。平成23年度の、
平成23年度の子ども手当につきましては、児童手当制度当時のとの比較において、負担増にならないようにしたものであります。一般的に子どもの年齢が低ければ、親の年齢も若く、収入も低いと考えることに加え、仕事の休止など出産育児の負担感が比較的高いことなどを考慮し、3歳未満の子どもに対し、月額を7000円引き上げ、2万円としたところであります。一方、平成23年度税制改正では、給与所得控除については、格差是正、所得再配分機能の回復の観点、成年扶養控除については、本来成年者が基本的に独立して生計を立てるべき存在であることなどを踏まえ、控除の見直しを行うこととしたものであり、財源あさりではありません。次に、23年度予算における優先順位についてのご質問をいただきました。リーマンショック後の経済停滞の中、政権交代をしてから、まずは景気回復を最優先課題として、経済財政運営に取り組んでまいりました。そこで、23年度予算としては、昨年からの経済対策を引き継ぎ、雇用と需要の創造に重点を置き、法人実効税率の 5% 引き下げや、新成長戦略に沿った重点分野への重点配分を行ってきました。事業仕分けで約3兆円の財源も生み出しました。マニフェストについては、子ども手当や農業個別所得保障制度を拡充するほか、求職者支援制度を創設をいたしました。この結果、23年度予算は、公共事業を削減する一方、社会保障関係費を 5%、科学研究費補助金を3割増すなど、メリハリの効いた予算になっております。さらに、地域が自由に活用できる一括交付金を創設し、来年度は5120億円規模で実施することといたしました。財政規律については、財政運営戦略に基づき、国債費を除く歳出の大枠約71兆円以下、国債発行額を約44兆円以下という、この財政運営戦略に基づく約束は、しっかりと守らせていただきました。以上のように、来年度予算は財政規律を堅持しつつ、新成長戦略やマニフェスト施策、地域主権改革を着実に実施することにより、元気な日本を復活させる予算といたしているところであります。次に、年金改革についてのご質問をいただきました。民主党の年金改革の柱は、社会保険方式としての所得比例年金と、そして税を財源とする最低保障年金の組み合わせからもともと構成されていることは、これは皆さんもよくご承知の通りであります。この社会保険方式としての所得比例年金は、現役時代の収入が少ないために、所得比例年金の受給額が少ない受給者に対して、補足的に最低保障年金を給付することで、一定の年金額を担保する制度として提案をしてきているところであります。その意味で、繰り返しになりますが、社会保険方式と税方式の双方を組み込んだ提案となっております。今後、社会保障のあるべき姿を検討するにあたっても、
民主党案をベースとしながら、さまざまな選択肢を検討していきたいと考えております。ぜひ野党の皆さんにもご議論に参加していただくよう要請を申し上げます。次に、地方向けの補助金の一括交付金化について特にご質問をいただきました。一括交付金については先ほど概略申し上げましたが、当初各省に一括交付金にあたる財源を捻出しろといったところ、わずかに28億円しか出してきませんでしたので、私から各閣僚に強く指示をし、来年度は5120億円、平成24年度は約1兆円規模で実施することとなったところであります。各省から提出された平成23年度要求要望額のベースの約5400億円と比較すると約300億円、約 6% の削減となっております。一括交付金はその使途について地方の自由度を拡大することが目的でありまして、財源の捻出を直接目的とするものではありませんが、今後一括交付金を拡充する中で、地方公共団体において優先度の高い事業が効率的に実施されることにより、国の予算の効率化もさらに図られることを期待をいたしているところであります。農政の方向性についてご質問いただきました。我が国の農業は過去20年で生産が2割減少し、若者の農業離れが進み、農業従事者の平均年齢は66歳に達しております。その再生は待ったなしの重大課題であります。昨年、視察を行いまして、夢とやりがいに満ちた農業の現場に接し、私は確信をいたしました。商工業と連携した、いわゆる6次産業化や、農地集約による大規模化の推進などの取り組みを広げれば、日本でも若い人たちが参加する農業、豊かな農村生活が可能であることを確信いたしました。この目標に向けた政策の柱は、農業の個別所得保障、来年度は対象を畑作に拡大するとともに、大規模化の支援を厚くすることにいたしております。また、安全でおいしい日本の食の魅力を海外に発信し、輸出につなげる中山間地域の小規模農家には、多面的機能の発揮の観点から支援を行う。引き続き内閣の食と農林漁業の再生実現会議で集中的に議論をし、6月をめどに基本方針を、10月をめどに行動計画を作成することにいたしております。解散について、何度かお触れになりました。まずマニフェストについては、政権交代以来、その実現に努め、先ほど来申し上げてますように、多くの事項において、すでに実施し、あるいは着手をしているところであります。谷垣総裁は、あたかもマニフェストが破綻したかのように言われますけれども、私たちがマニフェストで掲げたことは、従来の政権ができなかった政策に政策転換したことであるとともに、政策実施の優先順位に基づいて、国民の生活が第一の政治を実現することであり、22年度予算、23年度予算を通じて、多くのマニフェスト政策が実現していることは、先ほど来申し上げているとおりであります。現在の経済状況や国民生活を考えれば、平成23年度予算を
一刻も早く成立させることが内閣の最重要課題だと考えております。私といたしましては、この最大の責務を果たすことに全力で取り組んでいく覚悟であり、現時点で解散は全く考えておりません。次に、谷垣総裁から21年度税制改正付則104条の規定、さらに税制抜本改革のスケジュール、さらに6月までに消費税を含む税制抜本改革の成案を得ることを決め、政治生命をかけるとしたことに関連して、いくつかのご質問をいただきました。答弁漏れがないように留意して、まとめてお答えを申し上げます。まず、付則104条の規定は、平成23年度までに、年金、医療、介護、子育てなど、社会保障に必要な費用の増大を踏まえ、税制抜本改革法案を提出することを政府に義務づけているものであり、政府としては法律を尊重し、しかるべく対応すべきものと考えているところであります。また、社会保障のための安定財源確保と消費税を含む税制の抜本改革については、国民的な議論が必要であり、昨年6月の総理就任時や10月の所信表明演説でも、与野党を超えた議論を私から呼びかけたところでありまして、私のこの考え方は一切ぶれておらず、一貫をいたしているところであります。スケジュールについては、私は施政方針演説において、今年6月までに社会保障改革の全体像とともに、必要な財源を確保するための消費税を含む税制抜本改革の基本方針を示すことを申し上げました。これは当然のことながら政府与党全体の方針であります。内容につきましては、あるべき社会保障の姿をしっかり議論した上で、最終的には政府与党として社会保障制度と税制の改革案について、具体的にお示しする必要があるとこのように考えております。また政治生命をかけるというこの点についてでありますが、これは改革に向けて最大限努力をしていきたいという私の覚悟を申し上げたところであります。社会保障を守り実現させるこの一点でやり抜く覚悟であります。以上、社会保障と税一体改革に関するご質問について、すべてお答えをいたしたところであります。ついで、さらにマニフェストの見直しについてのご質問をいただいております。政権交代以来、マニフェストの実行については、政権を挙げて全力で取り組んでおり、多くの項目が実施され、あるいは着手されていることは、これまでにも申し上げてきたとおりであります。同時に、これまでの実績を踏まえ、本年9月で衆議院議員の任期の折り返しを迎えることから、党において、マニフェストの検討を行いたいと考えております。その具体的な手順やスケジュールなどについては、現在、党において検討をいたして、いただいております。仮にマニフェストについて見直しを行うという判断をした際には、国民の皆様に丁寧に説明することでご理解を得たいと考えております。また、所得税法付則104条については、政府が尊重する義務を負っていることは当然であり、自民党の財政健全化責任法案の問題意識は、政府も共有するところであります。国民の安心感を高め、
将来世代への負担の押し付けを回避すべく、一体改革に全力で取り組んでまいりますので、ぜひともご協力をお願いしたいと考えております。なお消費税引き上げについては、従来より引き上げを実施する際には、国民の審判を仰ぐと言ってきており、その方針に変更はありません。ガソリン税率の引き下げについてのご質問をいただきました。ガソリン税については、道路財源の一般化の議論、そして価格の高騰による経済や国民生活の影響など、当時の状況を踏まえ、年度改正について反対したものであり、経済と生活から離れての行動ではなかったことは、皆さんご承知のとおりであります。その上で、暫定税率については、22年度税制改正において、それまでの10年間の暫定税率を廃止する一方、厳しい財政事情や地球温暖化防止の観点などを勘案し、当分の間、その税率水準を維持することといたしました。平成23年度税制に改正においては、この当分の間の税率について、地球温暖化対策のための税の導入に合わせて検討し、引き続き国及び地方の厳しい財政事情や地球温暖化対策の観点を踏まえ、これを維持することといたしました。ガソリン税の暫定税率については、22年度税制改正において、当時の鳩山総理からもご説明をし、国民の皆様に率直にお詫びをしたところであり、閣内にあった私も同様な気持ちであったことを申し上げておきたいと思います。最後のご質問だと思いますが、予算及び関連法案の成立を目指す私の覚悟についてのご質問をいただきました。政府が提出をしている予算案及び関連法案は、まず第一に法人税の引き下げなど、早期のデフレ脱却と日本経済の再生、さらに第二に待機児童対策や子ども手当の増額など、国民生活の改善、第三に一括交付金の創設など、地方分権の推進などの面で、国民に安心と活気をもたらすためのなくてはならない予算と予算関連法案だと考えております。予算成立に向け、強い意志と覚悟を持っているからこそ、私は国会における建設的な議論を呼びかけております。なお、私が国民の皆様に信を問うと述べたのは、仮に消費税を引き上げる場合や、それに匹敵する大規模な税制改正を行う場合についてでありまして、毎年の税制改正を行うたびに解散するようなことは、当然考えておりません。最後に、改めて野党の皆さんにお願いを申し上げます。社会保障改革に向けて、国民の皆さんに責任を果たす立場から、ぜひとも超党派の協議にご参加いただきますよう、最後に重ねてお願いを申し上げ、私の答弁とさせていただきます。どうもありがとうございました。